ウクライナ東部の要衝マリウポリをめぐりロシアのプーチン大統領が事実上、制圧したとの認識を示したことについてウクライナのゼレンスキー大統領はまだ部隊が残っていると強調しました。

また、プーチン大統領は、ウクライナ側の部隊が立てこもって抵抗を続けている製鉄所について、突入するのは適切ではないとして、相当作戦を中止し、包囲を続けるよう命じました。これに対し、マリウポリのアンドリュシェンコ市長顧問は、制圧が実現していないにもかかわらず、廃墟を背に勝利を訴えたいだけだと指摘し、 宣言の後も製鉄所などでロシア軍の攻撃が続いていると主張しました。